どうも、ライオンです。最近、成功率 90% とか 95% っていう数値が心もとなく感じるようになってきてしまいました。それはさておき、いやー、どうですか皆さん。やることがすぐに終わっちゃいます。皆さんはどうですか？オータムイベント後半で、ポイント交換品のアイテム陳列が変化っていう、なんか変なアナウンス。なんかちょっと引っかかる言い方。うん。アイテム陳列が変化。なんか変な言い方するなっていうふうに思ってたんですよ。そしたらね、蓋を開けてみれば、ウサギのヘアピンとね、スタージェムがちょっと追加されたっていうですね。いやー、微妙。いや、もちろんそのヘアピンね、とても気に入ってらっしゃる方はそれで OK ですよ。はい。まあ、みたいなね、こんな、ふてくされたようなことをですね、毎週毎週言ってるような、ね、それを発信してるような私とは違ってですね、この YouTube には、ファンタシースターオンラインニュージェネシスの楽しみ方をいろいろ模索されてですね、それを発信してらっしゃる方がいるんですよ。お名前は、まだないそうです。はい、我が輩は実況者である名前はまだないということなんですけれども、動画の冒頭で、君のハートにイグニッションといえばご存知の方もいるかもしれませんが、はい。まあ、そんな仮に、我が輩さんってね、呼ばせていただくんですけども、その我が輩さんがアップされている動画に、不死身のブレイバー降臨っていうね、こうブレイバーをメインクラスにしている私はですね、こう食いつかずにはいられないサムネの動画がありまして、その、まあ、詳しい中身とか、まあ、その実証動画の、ね、内容なんかに関しましては、ぜひね、動画の概要欄にですね、リンクを書いておきますんで、まだ見てない方はこちらをぜひ見てもらうとしてですね、ざっくりこの不死身のブレイバーっていうものを私の理解としてはですね、まあブレイバーのスキルの一つ、ブレイクフォール HP ゲインというですね、まあ、受け身を取るたびに HP が回復するというものがありまして、まあ、これね、ポイントを割り振っていくと、最大で、HP の 15% を回復することができるんですよ。なので、その動画では、最大 HP を上げる防具、そして特殊能力を付与することで、その回復量を大きく伸ばそうというもので、結果ですね、その最大 HP なんと515までできるんですね。で、まあ、攻撃力もそんなに落としたくないということで、まあ、今後数値になったらしいんですけれども、ね、515の、ね、ヒットポイントで受け身を取るたびにその 15% が毎度回復するので、まあ、動画内の検証では、77以下のダメージは受け身を取ることで帳消しにできる。まさに、不死身のブレイバー。77も結構大きな、ね、数値ですから、なかなか受けないダメージですけれども、ね、それ以下のダメージはもう回復しちゃうという、ね、そういう内容で、いや、これ本当、面白いなっていうふうに思いまして、っていうのも、もちろん、この効果に目をつけるっていうのももちろんなんですけれども、ファンタシスタオンライン2もですかね、からですかね、強化の方向性って、火力アップを言う人ばっかりだったんですよ。まあ、少なくとも私が目にする範囲では大体そういう人ばっかりだったんですよ。ね、もちろんそれを否定することはしませんけどね。ね、で、これだけね、こうやることがないって言われている中ですよ。発信者として、YouTuber として、ちょっとこう違う視点を持ってみるとか、別の面白さを提案していくっていう、そういうことができる人って本当すごいなってね、で、こういうこと大事だなっていうふうにね、発信者って大事だなっていうふうにですね、気づかされました。はい。でね、まあ、ここで終わっちゃったらですね、ただのこの私のお気に入りチャンネル紹介になっちゃうんで、この我が輩さんがこう提案している不死身のブレイバーを私なりに考えた、さらに不死身にするアイデアをですね、ちょっとね、紹介したいと思います。はい。基本となるのは、その我が輩さんの動画でも紹介されている、レベル20のブレイバー。で、防具は、ビアルトアーマーアルガのプラス40。そこに特殊能力を、スタミナ3、アルズソール2、ドレドキーパー1を、同じものを、それをね、付けたものを3つ装備して、HP 515。ね、まあ、この時点でもね、相当な不死身なんですけども、そこにさらに、この武器を装備させることによって、その不死身度合いがまたアップしてしまうと。その武器は、フォーシス刀です。はい。まあ、この武器がどうしたってね、思う方もいるかと思いますけども、このフォーシス刀に限らず、まあ、フォーシスシリーズですね。解放できる潜在能力、牙城の型。これが使えるんですよ。牙城の型は攻撃力が上がると同時に、
HP 最大値にバリアが発生します。その効果は最大まで潜在能力を解放することによってダメージ耐性プラス 50% にまでなります。はい、まあ、HP がね最大の時にしかバリアは発生しないんですけども、ブレイクフォール HP ゲインで受け身を取ることによって HP を回復すればですね、何度ダメージを受けても HP を回復繰り返し、その度にバリアも復活するという、はい、先ほども言った通りダメージは、ダメージ耐性はプラス 50% ということはですね、これまでの77以下のダメージは受け付けないというところから、ね、バリアなしで受けるダメージ154ダメージまで無効にできます。はい、まあ単純計算ですけど、この不死身さん、ね、154以下のダメージは回復しちゃう。でさらにまたバリア展開、ね、この不死身さかなりすごくないですか。フォーシス刀はレアリティ4の武器で攻撃力はエボルコート刀と同じ。現状、それほど大きな攻撃力低下は起こらないと思います。まあ、もちろんね、穴もありまして、これね、最初の一発がその受け身の取れるようなね、吹っ飛ばし系の攻撃じゃないといけないっていうのはあるんですけれども、まあ、こういうことをね、考えるっていうのがやっぱ面白いと思うんですよね。はい。ね、あ、いいなと思った方はよかったら動画にね、グッドボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。我が輩さんみたいに実践しないのかって。いや、もうね、先週のウィークリータスクでもらったメセタコをですね、もう使い込んじゃってましてですね、ちょっと今もう武器強化とかきついんですよ。なので今日のメンテが終わったらまた、はい、ウィークリータスクを頑張ろうと思います。まあでもね、火力とか DPS、ね、そちら一辺倒だけじゃない、ね、いろんな角度からね、いろんな、強さっていう方向性、そういったものをですね、発見したりとか目指してみるっていうのもですね、こういう、なんか何もやることないなって時にはいいかもなっていうふうに思ってもらえたらなと思います。ね、MMO っていうのは、まあ、やることがなくても、ね、楽しみがなくても、そんな中から、この世界の中から何かやることとか楽しみを見つけ出すっていうのもですね、MMO の楽しさかなと思うんですけども、まあ、ちょっと今のは強引だったかもしれませんね。はい。まあでもなんかいろんなことをしてなんかちょっとした楽しみを見つけながらですね、10月のバージョンアップをみんなで待ちましょう。はい、ちなみに今回ですね、ネタにさせていただいてるですね、我が輩は実況者である名前がまだないさんをですね、ネタにさせてもらっていいですかっていうふうにね、ツイッターで DM 送ったところですね、本当に心よくどうぞって言ってくれたんで、本当にありがとうございました。ではでは今回はこの辺で、またあおむす。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。超えろ地獄の使者。闇が空を覆う。